ええじゃないか、騒動に興じる人々ええー、じゃないかは、日本の江戸時代末期の慶応3年8月から12月に、かけて、近畿、四国、東海地方などで発生した騒動。天から五冊が降ってくる。これは、刑事の前触れだという話が広まるとともに、民衆が仮装するなどして林言葉の、ええー、じゃないかとを連呼しながら、集団で町々を巡って熱狂的に踊った。 伊勢神宮の五冊が降るおかげ参りと違い、A、えー、じゃないかの五冊は、地域で信仰されている社寺の五冊が降ったため、現地で祭祀が行われることが多かった。考察があると、藩に届け出た上で屏風を置く、笹竹で家を飾る、酒や魚を供えるなどして、街全体で札を祀った。名古屋の場合、考察後の祭祀は7日間に及び、その間は日常生活が麻痺した。 その目的は定かでない。林言葉とともに政治情勢が謳われたことから世直しを訴える民衆運動であったと一般的には解釈されている。これに対し倒幕派が国内を混乱させるために引き起こした陽動作戦だったという噂を紹介するものもある。岩倉と美の岩倉公実記によると、京のとかにおいて神符が巻かれ、良いじゃないか。 ええじゃないか、ええじゃあなかとと叫んだという。8月下旬に始まり12月9日、王政復古発令の日に至りてやむ、とあり、明治維新直前の大衆騒動だったことがわかる。また、ええじゃないか、の語源は、K のとかで叫ばれた言葉であったようだ。歌詞は、各地で作られ、例えば、今年は、夜直りええじゃないか、日本国の夜直り派ええじゃないか、法年踊りは、 おめでたいといった世直しの訴えのほか、おかげで良いじゃないか、何人でも良いじゃないか、おまこに紙腫れ、へげたらまた腫れ、良いじゃないかという性の解放、長州画のボタ、物が安うなる、絵じゃないか、長州さんの、おのぼり、絵じゃないか、蝶と大と、絵じゃないかの政治情勢を語るもの、などがあった。もともと五冊折り、絵、えー、じゃないか、おかげ参りは、全くの別個のものである。 近畿や四国などの西日本圏では、ええじゃないか、という掛け声が見られるものの、東海地方ではそうした掛け声はなく、五冊折りのみ、共通点が見られる。また、東海地方では、狂乱騒動を奥羽祭りやおかげ参りに結びつけて、共通点とするという解釈がなされている。ええじゃないかという掛け声を要件とすれば、岩倉金座根記の記述をもって、京都発祥説になる。 福知源一郎の懐王子団においても、京都方の作動という噂があったが、真偽のほどはわからないと記述されている。近畿、四国では、いずれも、良いじゃないか、ええじゃないか、という掛け声を伴う。東海地方発祥説は、五冊振りや、狂乱騒動を、共通点とみなし、おかげ参りに関連するものとして、7月8月。 発祥説を掲げる者の A の、ええ、じゃないかに相当する掛け声や世直しの願望については要件外にしている。また、1968年から1987年という慶応から100年経過してから、つまり近年になって東海発祥説が唱えられている。特に豊橋発祥説は1987年という非常に近年のことであり、 森武文書とめきは、戦後になって開示されたものである。京阪発祥説は、岩倉智もや福地源一郎などの同時大臣の、証言や西宮志士などの近畿地方の資料に基づく。岩倉金座ネの記述。8月下旬に始まり12月9日、王政復古発令の日に至りてやむ。1897年、福地源一郎の、懐大時段の記述。 慶応3年11月29日に大阪で A ええじゃないかを目撃し、あるいは言う。この五冊振りは、京都法の人々が人心を相乗せしむるために、施したる、計略仮と、その果たして叱るや、否や落ちざれどもと、原因に関する噂についても記述している。西宮市市では、京都に始まり、大阪に移動と記述。 1933年に本民俗学辞典、お札が降ると与橋八小節確認できず。慶応二年慶応三年の減少。西宮節と伊勢節の両節あり。伊勢節は県文録による。東大記に文録の頃に伊勢神宮の五冊が降ったのが最初。1937年静岡県と研究計班八小節。計班から東海道に移動した。 1937年国史上より見たる、豊橋地方、大口記録豊橋発祥説の主張を見られず、おかげ参りイコール五冊フリーイコール良いじゃないかを、同一視する。おかげ参りが8月から12月と記述。金弱で、船町、船木の名前はあるが、室と羽田の名前はない。京都型の作動によるものと指摘。 1939年一宮市市8月の京阪発祥説。および9月11日頃に豊橋発祥説、名古屋に移動。おかげ参りとは、お札が降るなど、市民の噂をきっかけにして庶民が方向先から抜け出し、伊勢参りに出かける人が急増する現象のことで、江戸時代には、元那3年、京安年間、法営2年、明和8年。 文政13年、天保元年というように、約60年周期で、自然発生的に繰り返された。いずれも期間は3ヶ月から5ヶ月で終わっている。明和のおかげ参りの記録では300から400万人が、伊勢に殺到した。1大将軍、徳川家春の時代であり、教皇年間の日本の人口統計では、当時、の人口は約2200万人であった。 文政13年のおかげ参りは3ヶ月で、約500万人が伊勢に押しかけたと記されている。おかげ参りに参加する者に対しては、大商人があって、店舗や屋敷の開放、弁当、わらじの配布を行った。最も古い研究文献は、山口義和の、あわえじゃないかであり、世直しの願望について触れている。次に、 藤谷俊夫、おかげ参りと、A、ええ、じゃないかが挙げられる。同書では、慶応3年8月終わりが最初であると指摘されている。おかげ参りとの関連を指摘する。以下では、いくつかの文献とそこで指摘されている発生場所、日時を挙げる。このように最新の研究ほど、発生日時が早いと主張している。これらは、岩倉孝実記に見える京都。 8月下旬より1ヶ月以上早い。また、終わり名古屋説発表以後、静岡県岩田市、愛知県豊川市、愛知県豊橋市と近隣地域で起源論争が始まっていることがわかる。豊橋市図書館所蔵の留め木1988年発行原本森竹文書によると、慶応3年7月14日にお払いと記載され、このお払いが、 伊勢神宮の札という。1983年に制作されたアニメ、マイ日本史では、幕末の A じゃないか、騒動発祥は、名古屋になっていた。1988年発行の小学館の、日本国語大辞典でも名古屋が発祥となっている。なお、A じゃないか始まる、田村貞夫には、 1867年の3月18日に、名古屋で、伊勢内空の五冊が降りた、という記述があり、稲詩市歴史編においても、春の頃からという説もあると紹介されている。平凡社マイペディアでは、慶応3年8月4日、東海道の五湯塾に、秋葉神社の家房の札が降下したのが最初という。静岡県郷土研究第9から11巻。 国書観光会1937では、五冊校は、京阪に始まり、関西各地に波及し、東海道は、東都海、駿河、伊豆の北部まで及んだ。という記述があり、1937年の段階では、A じゃないかは、京都、大阪の発祥であると認識されていた。つまり、後年になって、愛知県発祥が挿入されていることがわかる。 一宮市市第3巻1939では、慶応3年9月11日頃、三河国吉田付近で始まり、次に名古屋に移った、ただし8月より京阪地方で始まるという説もあるという紹介がなされている。この段階においても7月から始まったという豊橋説は採用されておらず、9月11日頃となっていることが注目される。 ありがとうございます。